勝ち点的にも、近い2チームとの対戦で、まあ、ここに勝てれば、順位が、ひっくり返るというところで、もちろん勝ちにいかないといけない試合だし、今の自分たちの力を出し切れば、いい試合ができると思っています。2年生、まあ、中断期間に積み上げてきたものがあると思うので、全員チーム一丸となって勝てるように頑張りたいと思います。この中断期間も結構自分の中では一日一日大事に過ごしてきたんで、中断明けもっと、試合に出て結果を残せるように頑張りたいと思います。